はい、皆さんこんにちは、アリックスです。そしてこの新しいリアクションビデオようこそ。そして今日はアドとそのワンピースレッドからの歌の曲の旅続けていきます。そして今回はトットミュージカっていう曲なんですけれども、少しもっとなんか暗いとか、そうですね、この前逆子は歌のキャラクターがめっちゃ怒ってたみたいで、今回もこんな感情が出てくるみたいなんですね。まだはよくわかんないけど、これだけ見たらちょっと雰囲気が違ったなって感じ。では行ってみましょう。やっぱり最初からは盛んでいてすごい。たったったー。なんかの黒い羽の天使になったみたい。なんか雰囲気がめっちゃいいんだけど。うわ、目が。全然違うね。ほとんどお前と同じキャラクターに見えないね。プクプクプープー。てててて。めっちゃいいね、これも。彼女の中の怒りが感じられるね。頭を、もう本当に性格が変わったよね。仮面？仮面じゃなくて、本当に頭なんだね。全然違うね。でもこんな、めっちゃ気持ち悪いとか、少し怖いな雰囲気もめっちゃ好きなんだから。水に潜んでいて。ブルルルー。めっちゃいいね。あ。変わってる炎と、その色が、もっと赤い色が出たね。もう地獄なんじゃないのこれ。パッパッパッパーン。今回もっとロックの感じで、もう鬼になったな。それとも、彼女の中の鬼と戦ってるかな。あ、怖がってる。もう、これで終わるのか。なんか、3分20秒ぐらいで、もう、早かったね。良すぎてもう終わったって感じ。なんかそこまでの、なんかワンピースの曲、まあ、その映画のね、その曲が、そんなにそれぞれのジャンルとかがあったのを知らなくて、本当にびっくりなんだけど、いいよね。なんか映画の全部を見たくなっちゃうよね。なんか気になってる。そしてやっぱり、アドのね、声とか、音楽と、そのキャラクターが変身すると、彼女もその歌い方とか声が変身してるっていうか、変わってるよね。なんかすごいよねと思ってる。マジですごいな。この後は、あと歌の曲は2つか3つぐらいやるんだと思ってますので、もちろん、これも、見ていきます。なので、相変わらず、いいねと登録お忘れずに、次の動画までキャラ道を気をつけて、またな。